はい、おはようございますってことで、本日もですねフィールドワークということで、行っていきますけれども、なんでこんな焦ってるかというと、時間がないからです。あと30分しかない。目的地までは32分かかるっぽいので、ちょっと早歩きで行きます。走るかも。今日はですね船に乗ります。はい、まあ、コペンハーゲンといったらですね、まあ、ニューハンって言われるようなね、まあ、港町とか、まあ、コペンハーゲン自体もね港町って意味があるんですけど、まあそうね、醍醐味であるね港の海をね船で、海というか運河ね、キャナルね、運河をね、船でに乗れるということで楽しみですね。さっきねちょっと朝ごはんをねキッチンで食べたんですが、あの一人ねあのフラットメイトがね来て一緒に食べてくれたんですけど、その時にねちょっと就職とかの話をしてですね、日本とデンマークがいかに違うかっていう、そういう話をしました。はい、日本ではですね高校を卒業して大学に行って、まあ、うまくいけば22歳になってね、仕事を見つけて就職するっていうのが当たり前だと思うんですけど、デンマークではね全然そんなことなくて、ギャップイヤーって言われるようなね、あの高校と大学の間に1年空けたりとか、あとは大学でもっと長く勉強したりっていうことをするそうです。だから今日話した子は今22歳でこれから4年間、ね、薬学を勉強すると言ってました。Sculpture.
Just get around a very narrow corner in the middle, shut up for a second and help our captain focus.